またまた旅に出ます。探さないでください。久留米市にやってまいりました。久留米といえば焼き鳥とラーメンの街でございますから、この辺なんですが、この辺です。うおー、もうめっちゃ並んどうやん。善道寺というところにやってきました。今でっかいね。チャンス。すごいね、久留米。なんなんこの道。久留米グルメより興味あったかもしれん。一番街っていうのかな、ここら辺のこと。すごいところだね。また来たいな、ここ。イエーイ、そのめしです。ちょっと待ってね。よしよしよし。あの、またまた旅に出ます。探さないでください。ということで、今回のソロ飯 TV はソロ飯のぶらりグルメ旅第2弾、グルメ編でございます。ミュージックスタート。グルメのグルメ、グルメグルメ、いや、グルメグルメ、グルメグルメ、チェケラッチョ。グルメのグルメ、めっちゃうめ。グルメグルメのブユーダン、残すぜブルーライ無修正。 Do you say?いや、はい、違うな。四十のおっさんがすることじゃないこれね。はい、ということで、今回はですね、福岡県は久留米市へ行ってみたいと思います。それでは今日も牛物を求めて行ってみよう。ソロ飯 TV。 OK、 またクルメ来たよ。さあ、久留米市にやってまいりました。私 JR 初めてかもしれませんね、ここ久留米駅。いつも西鉄久留米駅はね、何回か行ったことあるんだけどね、 JR めっちゃでかいやん、ここ。さすがあれね、やっぱ福岡県で、福岡市北九州に続いての都市でございます。でっかいよ、やっぱ久留米はでっかいね、やっぱ。で、今回ですね、この久留米の久留米グルメ、語呂もいい久留米グルメの美味しいところをですね、ぶらりと旅をしながら回っていきたいかなと思っております。非常に楽しみでございますね。やっぱね、あの久留米といえば焼き鳥とラーメンの街でございますから、ラーメンは絶対外せないですねそれでは今日も美味しいものを求めて行ってみよう。さあ、久留米グルメ1軒目、善道寺というところにやってきました。今結構30分ぐらい走ったよ、車で。市外からまあまあ遠かった。1軒目は市外でもよかったんじゃないかなっていうぐらい、まあまあ走った、うん、今から行くお店なんですけど、インスタをチェックしてたんですね。そしたらめちゃめちゃ美味しそうなエビフライ丼が出てきてですね、はい、そいつがヒットしまして、これはちょっと食べてみたいということで、超でかいからね、エビフライびっくりするよ。お店の名前はですね、スイランというお店でございます。結構ね、老舗っぽい感じだね。お店はこちらでございます。スイランに入ってきました。もうね、半端ないよ。超大エビフライ丼、これで900円だからね、超安いよね。で、なんか今日さ、なんかエビがちょっとちっちゃいらしい。これいつもよりちっちゃいから、普段は3匹なんだけど、今日は4匹入ってます嬉しいですね。じゃあ、それでは早速いただきます。いただきます。でっかいしこれ、ほいでっかいね。頭からいこうか。あ、うまい。おいしい。パリッパリッ。もうね、頭もサクサクに揚げてあるから、全然バリバリいけるね、これ。で、このエビの下はですね、見てほら、ちょっと野菜、キャベツかな、キャベツかレタスかな、
あ、はい。で、その下にご飯があるんですね。ご飯いきましょうか。あ、おいしい。このタルタルソースうまいね。尻尾まで。あと味噌汁がついてますね。味噌汁もかなり具だくさんでございますよ、これ。すごいね。うん、おいしい。なんか優しい味だね。実家に帰ったら出てきそうな、お袋の味っぽい感じ。これ多分さ、カボスが入ってるんだけど、ちょっと絞ったら美味しいかもね、このカボス。合うんじゃない？エビに。はい、最後。幻の4匹目。これより本当はいつもでかいサイズなんでしょう。びっくりよね。うん、まあ、大エビフライのカレーも始めたみたいで、ね、こう、カレーのこれも気になるね。カレーもうまそう。タルタルが絶品だね、これ。ご飯めちゃめちゃ合うね。美味しかった。食べたね、一気にペロリといっちゃう。スイランさんね、大エビフライ丼もそうなんだけど、海鮮丼もめちゃめちゃ人気みたいで、これも気になるね。で、今度海鮮丼と大エビフライカレーやね。スイラン最高、うん、美味しかったな。グルメグルメめっちゃうめえ。あのね、あの今スイランのお店行ったでしょ。で、帰りっていうか久留米の市街の方にもう一度ちょっと行こうとしてたわけよ。そしたら通り道で見つけたよ。みんなちょうど久留米で行きたかったね、クレープ専門店のお店があるんですよ。ル・ボヌールっていうお店なんですけど、そこちょうど見つけた。ちょうどもうね、通り過ぎたけどね、引っ返してきた。行ってみよう。めちゃめちゃうまいらしい、ここのクレープが。あれ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 、あの店ちょっと小屋みたいな、あそこ久留米でめちゃめちゃ人気のクレープ屋さんらしく、毎日結構ね、行列ができるらしいのよ。空いてる今もう全然何も空いてるよ今。チャンスチャンスもう早早、青みたらんと来るよ人。あ、渡ります。はい、ルーボーヌール。ここのクレープ専門店の名前なんだったっけ。クレープドブリュレみたいな名前のやつがめっちゃ美味しいんだって。ルーボヌールさん、こちらです。早速買ってみようかな、ね、アイスクリームドブリュレを一つお願いします。はい、1番。はい、うわ、でかっ。クレープ専門店、いつもねめちゃめちゃ行列ができてるらしいんですけど、なんとスカスカでした。まあ全然待たんでよかった、よかった、めっちゃ嬉しいんですけど、一番この人気なのがこれですよ。750円、アイスクレームドブリュレ。でかない？これ。めちゃめちゃいい匂いでございます。それでは早速いただきます。ほらパリパリ、ほらほらめっちゃうまそう。ほら、このカラメルがねたまらんよね。いただきます。おいしい。めっちゃうまい。うん。アイスクリームが中から見えてきたでしょ。このクリームの下はアイスクリームですよ、これ。ね、ちゃんとこう切りやすくなってる。うわー、うまそう。うん、あ、うまい。これは絶品かもね。あの、あまりにも風が強いから帽子かぶったね、ごめん、ちょっとね、クレープ屋に続き、すごいね、久留米。なんなんこの道、この通りね、なんていうとこで、
久留米のメインストリートかな、これ。なんかね、店がめっちゃあるっちゃん。クレープ屋に続き、またまたちょっと市街に行く途中なんですけど、また。はい。今日途中多いね、今日。仕方ないもん、なんか気になるお店があるっちゃうもん、だって。めちゃめちゃなんかね、派手なフルーツショップ見つけました。こちらでございます。来ました、カシスミルクキュンです。何この入れ物、これどうすっとよ、これどうすっと、これ開けていいんよね、これね。うわ、怖い。開いた。うわ、すごっ、何これ、アイスみたいになっとうよ。シェイクっぽいね、なんかね。カシスミルクでございます。女性に大人気。そしてお姉さんにハロウィンクッキーいただきました。あざっす。このストローどうやって飲めばいいんだよ、これ。あ、確かにカシスの方が強いかも。でもミルクがちょっといい感じやね。程よい感じで。うん。でもちょっとこのストローが言うこと聞かん。もうすぐ言うこと聞かないんですけど。もう戻していいんとかね、これ。これドーナツとかね、これ。ああ、うまい。癒されるこれ。なんせこのストローが。なんせこのストローが。すいません。まっすぐのストローもらっていいですかね。お姉さんに言ってこい、まっすぐのストローありますかって。ちょっとね、久留米に行った時はですね、どうしても行きたい古着屋があったんですよ。はい。ディライトっていうですね、ディライトクロージングだったかな。僕のちょっと知り合いにですね、久留米に行くんだったら、ぜひこの古着屋は行った方がいいだろうというのを聞きまして、はい。久留米グルメより興味あったかもしれん。インスタめちゃめちゃチェックしてんのよ、俺。うわ、すげえ、おお、すげえって、もうね、かなりのヴィンテージショップでございますよ。オーナーがね、アメリカにもう直接買い付けに行って、もうガチのガチガチのヴィンテージショップでございます。はい。でも俺、もうちょっとこう、裏通りとかにあるんかと思ったら、結構な大通り沿いね。あー、来ました、ここでございます。ディライトさんでございます。こちらです。バランスがめちゃくちゃいい。いいっすね、これね。ないらしいな、なかなかこれ。売ってないらしい、これ。ディライトさんやけあったよ、これ。なかなか売ってないんですよね。そうですね、本当にそうです。チッパーもついておけんね、これ。ちょっとついてないですよね。そうですね、よくあるやつは。ですよね、よくあるやつは、うん。これはすみません、いただきます。はい、すみません。さっきね、
これも見つけてさ、実はこれも良くない、これこのアーミーのこれモック納豆だよ、ロンティー、この合わせやすい、サイズ XL 多分ちょうどいいと思う、使うらしい、これピカーンと何がびっくりで、値段がびっくり、3000円でございます、これもお買い上げで、ね、ありがとうございます、これも、はい、もうちょっとね、ずっと見ときたい探せば探そうでいっぱい出てきそう、いや本当はね、ちょっとチャンピオンのリバースイーブも行きたいんですけど、行きたいんですけど、もう見てごらん、パルネここサイズ別にもうオーナーさんがね厳選したアメリカで買い付けてきたこのリバースイーブ、これとかかっこいいけん、これこれね、もう2枚買ったんよもうすでに2枚買ったことよ、リバースイーブ今年、いやーでもかっこいいな、パール、あと軍パンも欲しいんだよね、ほらこのチノもあれじゃない、フィフティーズですよこれ、すごっ、これチノパンですかね、チノパン、軍チノです、軍チノですか、はい、フィフティーズかこれ、フィフティーズ、そうですね、はあすげえっすね、ベーカーパンツもねやっぱ定番で、はい、いいですね、サイズはありますよ、大きいサイズまで置いてます、あ本当ですか、はい、徐々にこうサイズがね大きくなってます、ね、下に行けばいい、ああなるほどなるほど、だからウエスト40ぐらいまでは、あ本当ですか、へえありますよ皆さんもうね小物もいっぱいあるわけですよ、もうねもうちょっと撮りたいけどね、ご飯食べに行かなきゃ、今日はすいません、その2つをお願いします、この後ラーメンですか、今日は餃子に行こうかなと思って、まあ、全然50番と又兵衛も絶対その行った方がいい、はい、あ、マジっすか、もう、ね、まあ、地元の人に聞くのが一番久留米行ったら寄りますここはい、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、ガンガン来ますはいよし行こうか、いいねさあやっと久留米市街地へやってまいりましたもう夜よ、暗いよ、ちょうどここあれかな、西鉄久留米駅の近く、一番街っていうのかな、ここら辺のことで、今日今から行くところがですね、なんと今日は餃子を攻めようかなと思っております。で久留米ね、なんかね餃子の御三家っていうのがあるみたいで、その一角をちょっと今日攻め込んでみようかなと思っております。で名前が餃子50番非常に楽しみでございますね、久留米の餃子はどんなもんか、餃子うるさいよ北九でいっぱい食べてきておけね、餃子うるさいよね、ソロ飯は、はい、それでは久留米の餃子屋さん50番行ってみよう。さあ多分ね場所的にはこの辺だと思うんだよね、餃子50番、ここの多分路地に入るのかな、一本、あー見えた、あれだね、あそこだ、あそこほら50番餃子ってめっちゃ光っとえ、すごいところだねおーめっちゃ並んど、ここでございやんす、並び次次です、久留米で超有名な餃子屋さん50番に来ました、ちょっとお客さんを一回覚えていくよ、いただきます、01ノンアルで乾杯、乾杯、久留米に乾杯、餃子を、
っくり行くね、これ。いや、すぐこうされてる。バカバカいっちゃう。で、焼きと水餃子があるんだよね。で、この、 あの水餃子はタレをね、一周半ぐらい入れるんやって。こんな感じ。わー、うまそう。あ、おいしい、おいしい。これ水はうまいぞ。うん、あ、おいしい。すいません、焼きをもう一枚もらっていいですか。はい、お願いします。もうなくなった。ノンアル早いね。パッと来て、パッと食べて、パッと帰れる。最高やね。さすが、久留米の餃子の名店の50番、最高。うん、美味しかった。ごちそうさまでした。いやー、いいね。また来たいな、ここ。はですね、やはり久留米といえばラーメンでございますね。皆さん、久留米はなんかね、やっぱラーメンと焼き鳥の街と言われてるぐらいでございますから、ラーメンは絶対行っとくべきでしょう。これ今回私が行くですね、久留米のラーメン屋なんですけど、なんと久留米で 1,2 を争うんではないかと、もう久留米を代表するラーメン屋でございますね。食べログや Google 評価見てもですね、かなりの高評価マークしております。名前がですね、ラーメン8と、はい、漢数字の8と書いて8でございます。めちゃめちゃ美味しいとの噂なので、フルーツジュースのお店のお姉ちゃんも、ディライトの社長もですね、8は間違いないと言ってましたので、ただもう行列が半端ないということなので、しっかり並んで行ってみたいと思います。それでは、ラーメン8、行ってみよう。はい、この辺なんですが、この辺です。うおー、もうめっちゃ並んどうやん。ほら、もうわかる？やばない？めっちゃ並んでるね、やっぱね。頑張って並びましょう。こちらがラーメン8です。ラーメン8、バリ行列です。イエス。頑張って並びたいと思いますね。もうちょい、もうちょい。ほら、もうちょいで入れるよ。もう何人ぐらい並んでんだろうね、これね。30人ぐらいいるんじゃない、多分。中に入ってきたよ。中でも待たないかんかった。もうリーチです。はい、次座れます。ラーメン8にやってまいりました。今日はですね、ランチメニューの焼き飯セット大を頼みました。はい、超うまそう。早速ラーメンからいただきます。スープからいきますよ。まずスープから。あー、これおいしい。飲めるやつ最後まで。久留米ラーメン結構もうちょっと濃いんかと思ったけど、あっさりでございます。はい、もうずっと飲める。麺いきましょう。細麺ストレートですね。はい、やります。ありがとうございます。うん、あ、うまい。おいしい。わ、麺うまいな。うん、麺うまい。チャーシューいきましょう。うん、おいしい。うん、歯ごたえがあり、肉厚もちょうどいい。いいですね。焼き飯いっておきましょうか。はい、あ、おいしい。うん、そう、麺焼き飯結構重いんですよ、最高やん。ちょっとしっとり系かなと思ったけど、結構パラ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 の焼き飯でございますね、これ。うん、うん、うまい。
テーブル周りはこんな感じです。ごま、胡椒、これなんでしょう。唐辛子、ニンニク、ラー油、紅生姜、これなんでしょうね。あ、ラーメンのタレもある。あと向こうにあるのは餃子のタレかな。ソースがあるから。大体テーブル周りはこんな感じでございますね。ちょっと味変していきましょうかね。紅生姜入れの、胡椒フリーの、ごまをすりの、ニンニクちょっと入れましょうか。うまい、ニンニク入れたらうまい。美味しかった。ごちそうさまでした。くるめグルメバリューメイ。